ーズのプロです。よろしくお願いいたします。アニメートで買い放題してきた。富山のアニメート今日めっちゃ充実してた。推しの子のグッズだけなかったというわけで皆さん、昨日アイドルの歌ってみてあげたので聞いてください。じゃあまず、いや待って、早くない？何が早くない？あるやん、なんで爆買いしたかみたいな。アニメート行ったから。違うでしょ。動画頑張ってさ、再生数が今までで一番多かったんでしょ。そうなんですよ皆さん、私貯金。じゃあこれから行こっかな。はい、じゃじゃん、ギャグ漫画日和ミニ色紙コレクション。え、どれ欲しい？さすがにフィッシュ竹中さん欲しいな。王道の熊吉くんもあるんだよね。いや、いいね。いや、でもフィッシュ竹中さんか。さすがにね、牧場の海を泳いで渡るフィッシュ竹中さんがいいな、僕は。変わったんの中には魔物が住むの。頼れる仲間はみんな目が死んでる。大体そんな感じ。ギャグ漫画見よう。聖徳太子が出ました。カレーの匂いするんだよね、ジャージから。え、これいいね。ここでしょ。いや、あ、いいじゃん、映える映える。いや、私これ気になって買ってみたんだよね。およく、私 iPhone のケースにこうやって銀時つけてて、剥げたりしないのみたいな言われたんだけど、こうよく見るとさ、銀時の印刷がさ、内側に埋め込まれてるやつだからしないんだわ。こういうのつけてたらやっぱ取れるの心配じゃん、うん、そういうのの保護みたいなのが売ってて。ああ、はいはい。ちょっと試しにやってみたいな買いをしました、こちら。はい、じゃじゃん、ホログラム印刷剥がれ傷汚れ防止フィルム。3枚で400円だったから、まあ、別にそんな高くないかなっていう感じがする、うん、しかも3枚でこのサイズだったら使い回しできるじゃん。あ、いいね。そうだから、ちょっと試しにね、今度ショーとかなんかでやってみようかなと思って1個買ってみました。え、ナイス買い物、めっちゃ気になるね。気になるよね。え、じゃあめっちゃ珍しいもんいく。はい。あ、いいんですか。めっちゃ珍しいでしょこれ。マジで珍しい。前期僕が大ハマりして漫画買おうか迷った挙句アニメで見たいってなった作品、お兄ちゃんはおしまい、通称鬼舞の天才科学者小山美晴ちゃん。男の子みんな面白いって言ってるイメージある。マジでおもろい。でも女の子で見たってこう人にも聞かないかもというわけでもう一つこちら、バン、かわいいお兄ちゃんはおしまいの小山真宏ちゃんです。これね、兄弟なんだけど。姉妹ね。いや、これ、男の子です。でも、可愛いんで。可愛いんだよね。まひろちゃんって。あの、なんと、この、小山みはりちゃん、年齢的には高校1年生の代なんだけど、頭良すぎて、大学に入学しました。ほー。で、お兄ちゃんが家に引きこもってエロゲばっかする、ダメニートだったんだけど、きつめだね。そうね、うん、お兄ちゃんを更生させるために中学生の女の子に肉体改造して、お兄ちゃんが第二の人生を歩むっていう作品です。じゃあ次どれ行こっかな。マジでね、今回はね、本当にランダムグッズ欲が高すぎて異常なランダムグッズ率を誇っております。そうね。じゃあまずこちら、パラピン、ウマ娘プラプラアクリルキーホルダー全10種いずれか1個入っておりますということで、表紙がなんとスマートファルコンでございます。ウマ娘のね、この UFO キャッチャーマジで無理できたもんじゃないんだけど。マヤのトップガン、ハルウララ、出るらしいですよ。マジっすか。ファルコ当てつつ、ポタちゃんのそこら辺の推しを当てていきたい。マジで頼むぞ。パラピン、さささささ、あ、マヤちん、かわいい。え、かわいい。こういう感じになるやつですね。そりゃ落ちるわ。はい、ハルウララお願いします。はい、ファルコ出します。ハルウララお願いします。いきます。はい、ナンバー初期の頃にめちゃめちゃ助けられたカード西の浦は続きまして、こちらこれはね、ライスシャワーちゃんも出るんだけど、ダイワスカーレットとサードのダイヤモンドちゃんも出るんですね。そりゃ3つ買おうよね。いきます、1個目、まあ、サクッとここでライスシャワー引いて、僕は余裕の表情でゼノを眺めたいと思います。そういえばこの間一昨日ぐらいライスシャワーのメイニスだったらしくて、メイニス、うん、記念日にめっちゃ人集まってたんだ。あ、そうなんだ。その写真見て泣いちゃった。ダメだよ、あのライちゃんの T シャツが着ちゃうなんかそれバチがいい。それは空気読めんかもね。バチがいいだからダメよ、うん、というわけでいきます。ライスシャワー、お前はたくさんのファンに愛されたお馬さんだったんだな。え大好きです。最近ダスカ全然育ててないから愛伝わってないと思うんだよな。バンブーメモリーに浮気してごめん。ちゅ、浮気してごめん。許されん。あ、許されん。私はずっとホーム画面はダイワスカーレットから変えてないし、ダイワスカーレットの新アイドがマックスになって私服も解禁したし、うわ、愛してるんだよ。
君のこと。パラパン。最近交換した。胸は大きくなってる。貧乳貧乳貧乳ときて巨乳きましたから。しかも逃げシスのブルボン。ダスカのクリスマスは逃げ特性が上がってるんです。ということは、キャン、あー、ダイヤちゃんだ。かわいい、ありがとう。よかった、せめてもの首の皮。よかったよかった。じゃあこっちでダイワスカーレット出します。よろしくお願いいたします。いや、これめっちゃ可愛かったんだよね。目がキュルンってなってる。そうそうそう、可愛い。ちょっと待って、ごめん。ポタちゃんのパッシブ、髪引きすると YouTube 初心者に戻る。そっちに能力持ってかれてるんだよな。え、頑張ってフォローします。ポタちゃんもうちょっとで Twitter のフォロワー1万人なんで、みんなもフォローしてあげてくださいね。お願いします。5つ目パラパン。あ、かわいい。めっちゃ可愛くない？雪の美人。うわ、かわいい。高さが違う。ってことはシチーか出すかやろ、絶対ね。これだったらシチー出さなきゃいけないみたいな流れあるから。そんなの関係ないです。押し出します。いきます。パラパン。生まれてきちゃう。私のメインウェポンもう終わったよ。あと銀玉だけなんだけど。めっちゃあるやん。でも銀玉。じゃあ一旦銀玉挟むか。逆に、じゃあもうこれよ。はい。何度引いても銀時が当たらなかった。これゼノプロの動画で出演するのはなんと3回目。もうワイワイアクリルチャームです。これね、銀時のやつとよろずやのやつがあるんですよ。何回引いても出ないの。今回はポタちゃんに選んでもらいつつ、私も選びました。僕が2個選んできた。で、私が1個選んだ。だから銀時は絶対1個出るよ。だって私のこと大好きなんだもん。じゃあ僕選ぶ意味ないじゃん。1球目、せーの、ペン。デルルルルルルル。かわいいんだよねこれ、沖田くんでございます。え、かわいい。ちっちゃすぎ。これ、え、それ3人のやつやん。ちっちゃすぎなんだけど。ほら、指がこんなに。確かに確かに。一旦ね、よろずや出して、クッション挟みましてね。いきます、せーの、じゃん。え、全然嘘じゃんお前。だってちっちゃかったんだもん。はい、最後の一つです。パラッパン。生まれてきちゃってごめん。切り取り直して、次これいく。はい、こちらエイペックスレジェンズのランクのバッジですが、マジでこれだけは本当にハズレです。ちなみに僕らは今ね、ダイヤモンド帯にいます。そう、上から3番目やね。そうね、上から3番目で、みなこさん、これ上位 5% なんですよ。というわけでいきます。え、めっちゃちっちゃいんだけど。エペロングちっちゃいよ。ちっちゃいわこれ。ドーブドーブ。いくよ、僕は上位750人になるんだ。神引きプレゼンターいきます。せーの、はい。シルバーシルバー、銀時の銀だからまだマシだね。じゃあ私一旦プレデター乗っとくね。お前お前お前顔うるさ。プレデター取ったら今すぐここにつけちゃうね。ごめん、いきます。私はエーペックスプレデター。うわー。絶対ゲーム内ではゲットできないバッジゲット。じゃあ続きまして、こちら、鬼滅の刃ペタン娘トレーディングアクリルスタンド夏祭りバージョンボリューム2。マジで可愛いんだよね。可愛いよね、そのシリーズ。これラインナップに京次郎さんとみつりさんがいたんで、僕はその2つを引いてハッピーエンド。1つ目、カバー誕生です。私だったら自分の名前書いてあるセンスとは持ちたくない。服の色が炭治郎っぽい。サネミさん。確かに。というわけでいきます、2つ目、せーの、パイ。うずいさんでっか、うずい天元です。惜しいね、めちゃくちゃね。そんな嬉しそうな。いきます、神引きの呼吸。え、神引きの呼吸、ゼノプロの呼吸。あ、もうダメだわ。いっちゃなかった。あー、残念だわ。神引きみやん、姫島さん。いや、惜しかったね。そういう時もあるよ。惜しい惜しい。生まれちゃってごめん。銀玉フォトフメタルステッカーコレクション。
ション。こちらは、ラインナップに坂田銀時 A と坂田銀時 B だけか。もっと多いんかと思ったわ。1セットにステッカー2枚入りだから。でも、じゃあ4枚引けるってことね。楽勝じゃないそんなん。ああ。これで引けんかったら、マジで運ないよ。これでっか。ちなみに。いきます。5つ目。パラッパン！控えめに言って愛してる。2枚目タラパン。ええ、これ開封しなくてよくなっちゃったね。狙い出たもん。確定セットなんだ。そう、え、優しくないそれは。温かい。続きましてタラン。こちら銀魂アルティメタルバッジコレクション全ドゥッス。今池袋のアニメート本店で特設ショップやってるんですけど、それと同じ絵柄のやつでございます。あー、めっちゃいいじゃん。じゃあ一つ目タラッタン。ええー、さすがに作がいいか。これはアルティメタルだわ。で、このここの骨の再現、ほんまよ。これ欲しい。え、しかもちゃんと保護シールまで貼ってあるの。これアルティメタルしてます。珍しくね。目もちゃんと見える。あら、いいじゃん。宇宙で来たか。ほんまや。きます、3つ目、はい、運命は